チェルシー・ベクトリア・クリントンは、第42代アメリカ合衆国大統領ビル、クリントンとヒラリー・クリントン夫妻の長女、アーカンソー州、リトルロックに生まれる。名前は、シンガーソングライターのジョニ・ー・ミッチェルが書いた歌、チェルシーの朝に由来する。ヒラリーによれば、1969年に、ジュディ・コリンズがカバーした同曲を聴いたときとビルは、こう言ったという。もし我々に、 娘ができたら名前はチェルシーにしよう。出生時はビルがアーカンソー州知事をしていたが、その直後に行われた知事選挙に敗れている。父の大統領就任と共にホワイトハウスに移り住む。猫が好きで子供の頃に通っていた音楽教室の軒下に住み着いており、教師ですら近寄ることができなかった野良猫のソックスに、周りが危ないと言ったが、チェルシーが近づくと、 手に飛び込んできたためそのまま引き取り、ファーストファミリーになった。ソックスは全米の人気者となり、後にアーカンソーで行われたクリスマスパレードでは大鳥であるグランドマーシャルに選ばれた。一方、ジミー・カーターの末娘エミ以来、13年ぶりにホワイトハウスに住まう大統領の子供ということで、メディアや大衆の注目の的となったチェルシーはその容姿をコメディ番組、 サタデーナイトライブなどでジョークにされホワイトハウスが番組側に抗議するということもあった2001年にスタンフォード大学を卒業した。卒業論文は1998年来たアイルランド制金曜日の和平合意であった。2001年7月からオックスフォード大学に留学したがアフガニスタン紛争後のイギリスにおける反米感情の高まりから 学生団体などからのバッシングの対象となり、苦労した。一方でこの頃からより洗練された佇まいで、講習の前に現れるようになり、そのファッションや有名人たちとの交友が注目され、ファッション誌やゴシップ誌の紙面を飾った。2003年にマッキンゼーカンパニー入社後、アベニューキャピタルグループ、ニューヨーク大学で働く。他に、コロンビア大学講習衛生大学院により、 終士号を取得した。2010年、10代の頃からの知人で、ゴールドマンサックスに勤務する、ユダヤ系アメリカ人で保守派ユダヤ教徒のマーク、メツビンスキーと結婚する。チェルシーはメソジストから回収しなかったため、異臭婚となった。7月31日、ニューヨーク州ラインベックで挙式。ベラボンのデザインした、造下色で、シルクのストラップドレスに、球団。 1.2メートル230キロの完全再食主義、ウェディングケーキ、大量の移動式トイレなど豪華な式となったが、あまりに旅を越したランチキサーギに地元ラインベックの住民は激怒し、後日振動神父でワインボトルを配って謝罪に回ることになった。新婚旅行はアフリカでのサファリツアーだった。2014年9月に長女シャーロットを出産した。 クリントン夫婦にとっては、初孫となった。2016年6月に長男、エイダンを出産。イバンカ・トランプとは親友だったが、母・ヒラリーがイバンカの父親ドナルド・トランプと2016年、アメリカ合衆国大統領選挙で激論を交わす。ライバルになってからは、疎遠になってるという。1993年1月20日。 父親のアメリカ合衆国大統領就任の最初の、日、チェルシーは、両親と一緒にホワイトハウスに引っ越し、アメリカ合衆国シークレットサービスコードネーム、エネルギーを与えられました。クリントン夫妻は娘に、普通の子供の生活を希望し、メディアのスポットライトから彼女を守ることを望みました。ヒラリー・クリントンは、ホワイトハウスでの子育てに関する、 ジャクリーン・ケネディオ・ナシスのアドバイスに従い、州訪問などの公共イベントへの参加などの報道を制限するようマスコミに要請しました。元大統領のハリー・エス・トルーマンの娘であるマーガレット・トルーマンはクリントンをサポートし、1993年3月、マスコミがチェルシーを著しい報道の対象にした場合に起こり得る弊害について、ニューヨーク・タイムズの編集者宛てに手紙を書きました。 ジャーナリストたちは、クリントンが彼女のプライバシーを保持することを容認する問題について議論しました。ほとんどのメディアは、彼女の年齢のためオフリミットであることを認めていたが、ラッシュリンボーと、サタゲーナイトライブの両者は、彼女の外見を真似あざける素材を放送しました。彼女の人生のこの段階で、父親は次のように述べています。私たちは、チェルシーが、 自分の価値観定義する上で他人からの悪影響を受けないようにするために懸命に取り組んでいます。思春期には難しいことですが、彼女は大丈夫だと思います。と語った。チェルシーを公立学校からワシントン DC の私立学校であるシドウェルフレンズスクールに転校させるというクリントンの決定は批判を呼びました。数人の大統領の子供が、 シドウェルに通いましたが、前の大統領の子供であるエイミー・カーターはワシントン DC の公立学校に行いました。1993年の CBS 今朝のタウンミーティングでビルは自身の選択を正当化し、チェルシーはメディアに取り上げられることは好きではなく、シドウェル校なら彼女の将来を決定しやすいであろうと述べた。ビルは彼らが チェルシーのプライバシーを保護するために彼らの決定をしたと説明し、彼らは公立学校を拒否したわけではないと語っています。シドウェルの学生と関係者たちは、チェルシーに関して沈黙を守り、彼女の情報を追い明けにすることを拒否しました。模擬国連の経験者であるクリントン女子は、1997年のナショナルメリットスカラーシップのセミファイナリストでした。 彼女は1997年にシドウェル・フレンズを卒業しています。と彼女の父親は卒業式で話しています。チェルシーの高校卒業後、彼女の大学の選択を遅くするマスコミの報道が激増しました。彼女は最終的にスタンフォード大学に通うことを選びました。彼女の父の8年間の在職中にニューヨークタイムズには32回取り上げられ、 ネットワークニュースには87のチェルシーに関する記事がありました。先行するすべての大統領の子供のうち、彼女は最も多くのテレビ報道を受けました。彼女の父親は南部バプテストでしたが、クリントンは彼女の母親のメソジスト教信仰の下で育ち固執しました。彼女はワシントンのファウンドリーユナイテッドメソジスト教会に出席し、日曜日の朝に 他の10代と会い、信仰、哲学、及び同世代間の問題について学びました。彼女の両親は若者グループの10代の親の円卓会議に参加しました。大人のグループリーダーはクリントンを素晴らしい子供であると考え、彼女がグループで平等として扱われるのを観察しました。教会を離れて彼女の社会活動には、 友人とのプラネットハリウッドレストランへの訪問やホワイトハウスの内外での外泊が含まれていました。クリントン大統領は時々彼女と彼女の外泊の友人と朝食に一緒に参加した。4歳の時、クリントンはアーカンソー州でダンスのクラスを受講し始め、ワシントンバレー学校で数年間ダンスのトレーニングを続けました。ヒラリーは彼女の著書、 イットテークス、A ヴィレッジで、チェルシーがバレエに専念するために、ソフトボールとサッカーを辞めた時がっかりしていたと書いていますが、それでも彼女は、協力的で、定期的に彼女のパフォーマンスに参加していました。彼女は、チャイコフスキーのくるみ割り人形の1933、ワシントンバレエプロダクションで、お気に入りのおばの役を演じました。1999年の初めに、 クリントン大統領は、スキャンダルと差し迫るクリントン大統領の弾劾投票の結果、ファーストファミリーの人間関係を検討する記事が、ピープル氏によって計画されていることを知りました。シークレットサービスは、この記事がチェルシーを危険にさらす、可能性があるとの懸念を雑誌に伝えました。ピープルはとにかく記事の掲載を決定し、ビルとヒラリーは彼らの後悔と悲しみを表す。 声明を出しました。ピープルのマネージングエディターであるキャロル・ウォレスは、クリントンの懸念に対する雑誌の感受性を認めましたが、19歳のチェルシーは、家族ドラマと歴史的出来事の目撃者であり、従って、ジャーナリズムにおける妥当な主題であると述べました。グレース・アンダー・ファイアと題された記事は、チェルシーとヒラリーのカバー写真と共に1999年2月に、 出版されました。チェルシーは父親の大統領の最後の年に母親のアメリカ合衆国上院の選挙運動に参加し、父親と一緒に海外旅行に出かけ、晩餐会に出席し、ホワイトハウスのホステスとしての責任を実感しました。クリントンは1997年の秋にスタンフォード大学に入り、歴史を専攻した。 彼女がキャンパスに到着する一週間前に母親はンジケ系と配信されたコラムでジャーナリストたちに娘を記事の材料にしないことを求める公開書簡を発表した。チェルシーは両親、シークレットサービスエージェント及び約250人のジャーナリストと一緒に車でスタンフォードに到着した。彼女の安全のために防弾ガラスが寮の窓に設置され、 監視カメラが廊下に設置された。私服のシークレットサービスエージェントが寮に住んでいました。時折彼女について書かれたタブロイド誌のストーリーを除いてスタンフォードでのチェルシーの4年間は公表されなかった。クリントンは2001年にスタンフォード大学で最高の栄誉を与えられ文学志望を取得した。彼女の167ページの卒業論文のトピックは ジャック・ラコベがアドバイスした1998年来たアイルランドでのベルファスト合意である。チェルシーの卒業時、彼女の父親は声明を発表した。ヒラリーと私は、チェルシーがスタンフォードで過ごした友情と素晴らしい学習経験に感謝しています。この特別な日に彼女を誇りに思っています。2001年7月、クリントン前大統領は、チェルシーが彼が ローズスカラーとして政治学を学んだオックスフォード大学のユニバーシティカレッジで修士号を取得すると発表したユニバーシティカレッジのマスターであるブロックウェールのバトラー教は次のように述べているスタンフォードでの彼女の記録は彼女が非常に優秀で有能な学生であることを示していますカレッジはまたクリントン家とのつながりを広げることを嬉しく思います 英米のアドバイザーの勧めで、大学は安全対策を講じ、同級生はマスコミと話し合わないように求められた。9月11日のアメリカ同時多発テロ事件後に、オックスフォードに到着したクリントンは、トラウマの感情的な後遺症も感じていた他のアメリカ人学生に興味を持った。彼女は、トーク誌にこう語った、毎日、私はある、種の反アメリカ的感情に出会いました。 夏の間、私は多様性のために非アメリカ人を友達として探すつもりでした。今、私は私と同じくらい自分たちの国について考えているアメリカ人の周りにいたいということに気づきました。クリントンはロンドンのマスコミやオックスフォードスチューデント新聞でこれらの発言について批判され彼女を攻撃した社説は大学を怒らせた。しかし、当時クリントンにあった人々は 彼女が海外での生活にうまく順応していたので、彼女を魅力的でバランスの取れた素直な女性だと述べた。2003年にクリントンはオックスフォードで国際関係の修士号を取得した。彼女の132ページの論文は、エイズ、TB、マラリアと戦うためのグローバル基金、グローバルな脅威への対応、グローバルな未来の一部と題され、 ジェニファー・ウェルシュとヌゲール・ウッズにより監修された。彼女は卒業後、米国に戻った。2011年、クリントンは、ニューヨーク大学、ワグナースクール・オブ・パブリック・サービスから、オックスフォードのユニバーシティ・カレッジに戻り、国際関係学のドクター・オブ・フィロソフィーを取得した。彼女は、彼女の指示する、博士課程の指導顧問である、ヌゲール・ウッズの指導を受けることが目的だと述べた。 彼女はニューヨーク市で論文を修了し、2014年5月に学位を授与された。彼女の論文はグローバルファンド、グローバルガバナンスの実験というタイトルが付けられた。2010年の春には、クリントンはコロンビア大学のメールマン公衆衛生大学院で公衆衛生学習志望も取得し、2012年にそこで大学院のクラスを教え始めた。 2010年からクリントンはニューヨーク大学グローバルネットワーク大学のプロボストを務め国際的な採用戦略に取り組んだ彼女はニューヨーク大学多進行リーダーシップ研究所の共同創設者であり共同議長を務めている2010年までに彼女はニューヨーク大学のワーグナースクールオブパブリックサービスで哲学博士のコースワークも進めていたがその後 2011年に、オックスフォードに戻り、論文を完成させた。2012年にクリントンは、イマーム・ハリドラティフ・トラビーへ、フダサーナとともに、異教徒官及び、異文化教育を、キャンパスライフに統合する新しいモデルを推進する、取り組みで、テンプル・オブ・アンダースタンディングから賞を受賞。2003年、クリントンは、ニューヨーク市のコンサルティング会社、マッキンゼーカンパニーに入社し、 2006年、後半にアベニューキャピタルグループで働いた。クリントン財団のファンドレイジングウィークの同席議長を務め、その後財団の副会長の座に就任した。彼女は、スクールオブ、アメリカンバレーの理事と IAC の理事会のメンバーを務めている。2017年3月、クリントンは、エクスペディアグループの取締役会の一員に指名された。ありがとうございます。